じゃあまた続けて今度は、キクちゃんの曲を行こうかな。ノリのいい曲なんでね、手拍子をお願いします。サラリーマンロック。そんなに急いでいるのかい。急いで休むことも休むことも忘れて焦ったところで答えは出やしねえ。たまにはどうの場合も悪くないだろ。足のやり場もない満員電車会社に着けば我慢とにらめっこ通常の居場所なんてそんなちっぽけなもんじゃねえ。広いステージの上で暴れるプロクロのパリにスーツを脱いでプロクロのパリにたまにはいいぜ。結果なんかよりもプロセスが大事だぜ。いつもよりも今宵は深い星が落ちてた子犬のように
本当たくさんのお客さんにいらっしゃってもらって、僕はここで何度かやったことあるんですが、今日はですねもう100名超えるお客さん、これだけ集まっていただいたのは初めてで、本当にありがとうございます。今日はね、それと、1番目からショーキャンドブラザーズアベルの皆さんもすごく盛り上げてもらってですね、感謝してます。実は今日のライブをですね、先週だったかな、家族ラインをまあどこの方もやったりしてすると思いますけど、娘とやってる時にですね、なんか風邪の話題になりまして、まあ、風邪ひかないよってねって来たんで、僕はもう来週バンド30周年ライブだから、風邪なんか引いてられないよって返したんですね。そしたら娘がかっこいいって来たんですよ。で言うから、じゃあライブ招待するから来るかっていうふうに言ったところですね、いやかっこいいお父さんを見ると熱が出そうだから大丈夫って来たんですよ。大丈夫、大丈夫ってことは言っても大丈夫というふうに取れますけど、最近の声は逆で使うんですよね、大丈夫ってね。あとやばいもそうですよね。いい時と悪い時と、本当に日本語っていうのは難しいなと思いながら、そういうまあ会話をしたんですが、先ほどの後今日映像カメラマン高橋さん撮ってもらってるんですが、家庭ではどういうふうにバンド活動を言われてるんですかっていう、さっきインタビューで聞かれたんですよ。まあ、僕は、うちはですね、亭主バンドで留守がいい、そういうまあ家庭ですというふうにまあ答えたんですが、まあ、どのように編集されるかね、楽しみですけど、そう言いながらもですね、もう後半にも入ってきましたけど、この曲はですね、まあ、CD の中から全部オリジナルなんですが、唯一、高校時代の、同級生の友人が書いた曲で、まあ、彼は残念ながら30歳の時に、まあ亡くなったんですが、まあ、彼が、生前書いた独り言という曲を聴いてください。踏切の音が胸に響く、午後6時
優しい方愛したことを知ってたら燃えた恋は終わるのだと
そして安藤裕之の曲で午後の T42、聴いていただきました、おかげさまでですね、もう後半も間もなく終わろうとしてますけど、今日の、ライブはですね、皆おかげさまでこうやって楽しく、過ごせましたけど、実はここで、大事な、お知らせ、それはまず一つは、終わった後ですね、ロビーのとこで CD を並べてますんで、ほとんどでも今日来ていただいてるお客様を持ってるね、お客さんばっかりだと思いますけど、万が一持ってない方がいらっしゃったらですね、一家に一枚、買っていくと家宝になるかもしれませんよ。ということで、ここでもう一つ、あと残念なお知らせがありまして、次の曲で最後です。あれ、いいなその絵って、もう一回言ってくれる？じゃあ一応最後っていうことじゃね。嬉しいな、今日のお客さん大好き。本当ね、今日はショーキー&ブラザーズ、そしてアベル、そして何よりもこの大勢のもう100名超えるお客さん、どうもありがとうございました。じゃあ一応最後の曲は新宿レイニーブルース。
知らんいつも土砂降り埼玉から南は愛知県までからですねお越しいただいてるんですよ。本当どうもありがとうございます。これからもみんなのこと好きさ。赤いバラをいただいたんですけど、これどういう意味だろう。ありがとうございます。じゃあね、全然よくせぬアンコールいただいたんで、じゃあせっかくなんでここで最初出ていただいたショーキャンドブラザーズの小原翔輝さん、そして、アベルの皆さんにも出ていただいて一緒にアンコールやりましょう。ちょっとお願いがありまして、この後アンコールの後ですね、今日は朝からずっと映像を撮ってくれてるカメラマンの方が客席皆さんと一緒に映像を撮りたいっていうんで、ちょっと座っててもらって、でそこだけちょっとご協力、すぐ終わりますんでよろしくお願いします。じゃあ最後の曲アンコールにお答えしまして、俺たち乾杯。Let's fight.
せた何かが扉の向こうから聞こえてくる。もう一度歌いたくなる愛の気分に乾杯さ。フレンズライナーフライザーありがとうございました。